今日はさ、このいつもと背景が違うんやけども、やめて、あべちゃんが引っ越したということで、笑ってるおっちゃんがいて、もう本当にもうなんかもううんってなってて、よく見るとね、こう漏らし出したの、その人がゆーっと立って、こう人が入るたびにあっ、まあ、JR さんとかね、なんか無理しないでください。ほどほどでいいです。いいどすえ。生まれはロシア、世界祭、舞台は東京、よろしくお願いします。新しいアレちゃんのお家ね、空っぽなんだけどね。まだこの家に来ましたよ。ほんで電車にね、結構ちょっと家から離れてるから乗ってきましたけども、一回乗って向こうまで行ってもらったわ。乗り過ごした。その理由がな、俺はな、あ、ここで降りるんかな、違うのかなと思って、パッとあの電光掲示板っていうの、何かこの最近のすごいさ、液晶やんか、だからあの液晶をパッて見たらな、もう世界の国へ配慮してるんかな、韓国語になってて、しかもさ、全部韓国語やったね。多分その、何回かこうピラッピラッピラッて変わるんやけども、そのうちの俺の見た瞬間が韓国語やったね。で、あ、分からへん、韓国語分からへんとか思ってるうちに、しまったね。なんで俺は日本で書いてある文字が分からないという理由で電車を乗り過ごさなあかんねんって思うねん。韓国語嫌のちゃう、少なくとも、同時にこうちっちゃくその下にハングルで書いたらええやん。全部韓国語にするのやめてよ。まあ、ここは日本ですよ。うるせえよ。ジャパン。いいの。外国の人も分かるようにしてるんだけど、え、何それ。乗ってきた時にさ、座ってきたの。座って、あ、次かなみたいな。あ、座ってたんです。なんで座らない。座ってた。座るよ。何を。やばいよね。え、やばい。ちゃうね。うちね、もうなんかやばいことを発見してしまって。そういやあれちゃん電車乗ってる時いつも立ってんな。あれダイエットかなと思って。モデルのなんか。何俺昔してたね、あの電車でつり革つかまらんとこうやってこうやってさまあ確かにこう電車やっとけばバランス感覚とか、そう、それによって筋肉鍛えられるのかな。え、いや、ちゃうねん、ほんまに。なんかね、もうめっちゃしんどい時はもうどうしてもどうしてもやばい時はもう座るしかないけど。あ、ごめん、 LINE 来た。やめろや何を見とんねんお前は。ごめんなさい。いや、自分はね、ほんまに、ほんま座りたくないね、なるべく。なんで？一回ね、電車、いや、電車乗ってて、何回か目撃したことがあるものがあって、うん、あ、わかった。こういうやつや。あ、寝てくるやつ。いや、寝てこられるのはいいね、別に。自分はね、別に寝てこられても別に。しかもさ、あいつらさ、ここでこうちょっとぶつかるやんか、でこうなってるやんか、はい、で途中でさ、目が覚めてこっちを見てさ、なんかまるでそっちが悪いみたいな顔するする、え、どのこいつみたいな。でもそこじゃないんだけどね、うん、座ってる席に問題があるの。日本の席ってさ、すごいふかふかしてすごく気持ちいいやんか、モフモフ、あのなんか、あとなんかこう暖房とかさ、そうピャーって出てきて、あれたまにさ、暖房がピャーってなって、あれ、お尻ら辺がすごいあったかくなって、え、漏らしたって。そうなの。え、どういうこと。いや、じゃあそこ分かってんな、あんた。え、どういうこと。これでもその暖房によって俺は漏らしたんかと思うけど。違う。あ、よかった、じゃあただの暖房や。それな、ほんまに暖房じゃなくてほんまに漏らしてる可能性があるっていう話やねん。なんか見ちゃったのよね、すっごく、あの酔っ払ってるおっちゃんがいて、うん、もう本当にもうなんかもううーんってなってて、うん、で隣の友達が、え、やばい、もうちょっと頑張ってくださいみたいなやってて、でその人がね、うーんってなってるのをわしがずっと見てたんやけど、うん、よく見るとね、こう漏らし出したの、その人が。あ、おしっこ、おしっこ入ったまま。あー、やべ、漏らしてると思って、ほんまに漏らしたの。なんかね、ズボンとかもすごい濡れてきて、で周りもね、こう下のなんか座ってる席も、うん、濡れてきたの。全部色が変色してきて、で友達が、え、やばいって言って、え、これは本当にやべえって言って、次の駅にこう、うん、持ってこうなんか降りていったの。あ、うん、降りていった。拭けないやん、ふかふかしてもうなんか染みついてるわけよ。でその席の前、うちは立ってたから、うん、で、あ、やば、ここめっちゃ漏らしてるやん、まあ、それ座らんわな、その目の前座られへんやんと思って、その後ね、ずっと立ってこう人が入るたびに、あ、おしっこ漏れてるんです言っていった、ここおしっこですみたいな。結構あの遠かったから、もうずっと立って、あ、結構人数も多かったんやね。そう、目もパン
でもその席だけ誰も座ってへんねん、うん、でみんな座ろうと新人が来て、そうこう、あ、すいませんってこと、あ、そこ、漏らしてるんですよ、漏れてるんですよ、ね、ロシア外人の女がそんなん言ってんの面白いね、そこ漏らしてるんです、いやだから、そこ漏らし、そこ、ここ漏らしてるんですよ、ここ漏らしてるんです、結構困ってたけど、もう魔界なみたいな、でパッと見分かんない、漏れてるんです、漏れてるんですみたいなことやって、ずっとそうやったんやけど、なんか途中でさ、もうほんまに混んできて、だんだんこう流されていったわけよ、自分がね、流されていって、結構その席から離れていって、あ、もうやべえ、もう遠いな、もう何も言えへんわ、今ではや、うん、やっぱそう、遠いと今ではもう、しっこ、しっこ、しっこ、そう、でも、恥ずかしいやめっちゃ遠いのに、そこ違いますそこめっちゃ漏れてますからみたいなこと言えへんやんか、でずっともうなんか遠くなっちゃったから、ずっとこう見てたの、その席だけずっと空いてたんだけど、もうそこをこう頑張って、なんか男の人が入ってきて、朝ぐらい、いや、30代ぐらいかな、もっと、美味しそうな、美味しそうってないやん、もう30の男全部いけるやつ、美味しそうってないやん、ま、見た目わからんから美味しそうかどうかは、や美味しそうかどうかは置いといて、で、そう、パッて入ってパッて座っちゃったの、あ、もう座っても大変で、あー、おーと思ったんだけど、あー、でも何も言えないわけやんか、そこダメです、もう言えないし、もう座ってるし、うん、どうなんかなと思ったら、その人こう座って、こう顔色がすごい変わったの、急に、うん、こう股間を触って、股間を触って、で、後ろも触って、もう絶対一瞬さ、俺ってなるよな、いや、なんかね、俺がやったってなるよな、それ絶対、多分温まってるのか何なのか分かんなかったんでしょう、その席も温まってる時やし、うんうんうん、で、そういう人もう見渡して誰も何もやってない、うわ、もうパッて立って、うん、もう遅いわけよ、その人も後ろとかめっちゃ触って、うわ濡れてるやんみたいな、しかも何で濡れてるのか分かんないし、多分その人はもうトラウマよ、最悪、でも私は分かってるわけよ、あのおっさんがめっちゃしっこ漏らしたところがこうついたんだみたいな、ていうかさ、満員電車でさ一つだけ席が空いてたらさ、何かしらの何か、ほんま何か分からんけど警戒するやん、あのね、何人かはすごい混んでんのに誰も座ってねえなって、その人もこう立って、そうそうそう、俺も絶対座る、何人かいたんやけど、なんかすごい急いでる子は、あ、ラッキー空いてるわって、アホやな、もうそういうやつは、でもさ、生きていく上でいろんな失敗していくと、やっぱ警戒心だから、だなんかそういう席は、まあ、まさかおしっことは思わへんけどさ、でも隣のやつがやばいんかなとか、急にもしかしたらね、こうなんか殴られたりとかあるかもわからへんし、そう、だから警戒心高い、じゃ、まあその人はね、ほんまにかわいそうやったけど、でもね、こう電車の中で この人1回目だけじゃなくて、何回もそういうの見たことあったの、おしっこ漏らしてる人がなんかトントントン言ってるで、ね、うるさいからかな、私が思うに、うん、何回もそういうの目撃したことあるし、多分ね、どの席もね、おしっこ絶対1回はされてるはずよ、そ歴史で、この、うん、それぞれ長い歴史あるから、1回ぐらいは必ずしっこ漏らさん、まあ、ゲロとかもあるやろうしな、うん、いやだからさ、俺思うのはさ、あの日本の電車の椅子がふかふかすぎるの良くないんちゃうと思って、外国の電車ってさ、台湾もそうやしロシアもそうやったけど、なんか座席プラスチックやねんな、プラスチック硬くて確かに座りにくいねんけど、プラスチックの方がやっぱ拭いたら終わりやしさ、拭けるし、なんかさ、拭いたらなんかいいかなって思うねんな、殺菌消毒とかして、いやほんまに染み込んでんのもどうしようもないからな、そう、ふかふかじゃないと嫌な人はなんか前座布団とか持ち歩いて、あー、いいね、そう、それでいいよなって思う、ちょっとやっぱサービス良すぎる、あの座席ふかふか、確かにね、その教えることを考えて、うん、多分ね、柔らかくしようと思っていろいろ考えてやってくれはあるんだけど、やっぱね、もうなんていうの、汚いやつは汚いからね、笑ってる人でそのままね、あのゲロ吐いちゃったりとか、おしっこしちゃったり、なんかうんちをしちゃったり絶対あるから、多分、ね、特に日本のなんか人は公共交通機関が発達しすぎているがあまり、普段の飲んだくれみたいなのがこう利用する割合が高い気はするからな、ロシアあんまりな、電車に乗るってなったら、まあ、モスクワとかまたちゃうかもわからへんけど、電車に乗るって言ったらよっぽどの遠足よ、もうみんなもう今日は電車に乗るぞ
ていう気合の中で、遠いからな、そう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 、もう今日からの電車よよしっていう、だからあんまりこの普段飲んできてその帰り道みたいなのはないからな。だから駅っていろんなもん目撃するような、ゲロとかもさ、自分が嫌になんねんけどさ、あゲロやと認識をしているのにもかかわらず、近くまで行った時に必ず何の内容なんだ、なんかこの内容物みたいなのを確認しちゃう自分がいるみたいな。見ちゃうんだよ、もうちょっとラーメン食べたんだなって。消化具合とかで、それを見て自分も、うん、だいたいさ、だいたいラーメン食べてない、そういうやつ、うん、ラーメン入ってるな、絶対ラーメンじゃない、あのなんか知らんけど、すっごいピンクなこともあって、多分それワインも飲んだ方なんだと思う。あーやめて、ロシアやったらそれではボルシチ食ったなってあるけど、日本の場合はワインかなとか、なるほど、あれなんで見てまうんやろな、あれ見る自分を変えたい、見る、見、もう見んかったらええのに、そう、見てはいけないってなると、こう目がにゅーで後悔だから、あ、もう自分も気持ち悪くなりながら行っちゃうよね。まあみんな、あ、人生とはね大変なんですよ、みんな頑張って生きていきましょう。いや、そこじゃない、もう電車の席を変えましょうだよ。じゃあ歌える、それは、うん、誰に歌えんの、お前にマジで日本電通会社にもうすべての日本電通会社わかんない、電通ちゃうで、電通は電車のあれじゃないよ、電通は広告代理店やから、全然間違え、まあ JR さんとかね、なんか、あと無理しないでください、座席をね美しく、なんかこうモフモフで快適にするのはもうほどほどでいいです。いいドスエ、ドスエって、いやほんまにあのタキックで全然十分です、多分そんな安く上がるし、まあ以上です。毎回思うけど、動画のさ終わり方が分からへんよね、私たちもう、なんかお互い、え、これでいいかな、これでいいかな、いつも切った後でさ、え、どう思う、大丈夫かなみたいな感じで喋ってるよな、なんなん、これなんなんやろ、何を言いたいんやろ、二人は、切ります。